私としたことが、これ昨日一つ見落としですね。三浦彩香選手のアヤゾンビチャンネルからで、三浦彩香選手は2月25日に、ワンでグラップリングマッチがあるので、減量飯を紹介します。と言っていると、画面外から、キャップをかぶった、見覚えがありそうな男が登場。挨拶は、この家の持ち主の山本アーセンです。と。三浦彩香選手は、だいぶ居候してますね。もうすでに結構前からの関係ということになりますね。そして三浦彩香選手が本当はご報告みたいにやろうとしたんだけど、悪いことをしてるわけでもないし、というと山本アーセン選手は、それは俺が嫌だった。俺は俺らのために付き合ってるから、みんなに報告しなくていいって言っちゃったんだよね、と。ラブラブです。三浦彩香選手、試合終わってからいろいろ話そうと思っていたが、何も触れないのもおかしいと思い、このような動画を撮らせてもらいました。続けて、面白おかしくされるために付き合っているわけではなくて、個人的に付き合っているわけなので、大切な人たちもこの YouTube 見るので、これ、私のお母さんが一番初めに見ると思うんですよ、というと山本アーセン選手は姿勢を正して帽子を取り、あ、といった感じで、でも頭を見て、俺頭はこんなピッカピカなんだ。うわ、ちょっとショックだね、と。三浦彩香選手は引き続き温かく見守ってくれればと思います。今付き合ってから何ヶ月か経ってます、と。山本アーセン選手は、俺らが格闘界をひっくり返すもんね、と言って終了です。三浦彩香選手は自身の YouTube のコメント欄に、試合の後にいろいろ話そうと思っていましたが、今回いつも通りの風景をアップしました。最後まで見ていただけると嬉しいです。現在私自身試合に集中しています。そっと見守っていただけるとありがたいです。かっこ、ナイーブな時期なので、そっと見守ってもらえると嬉しいです。と。ファンの方たちからは、アーセンさん、前より優しい感じになってるし、いろいろとあったと思うけど、結果良かったと思います。とか、アーセンかっこいい。試合も見たいです。アーセン、羨ましい。お幸せに、ほっこりしました。幸せそうな笑顔、イケメンですね、などなどの声が届いておりました。はい、これはいいんじゃないでしょうか。山本アーセン選手の最強モテ男術というね、情報商材があったらつい買ってしまいそうなね。はい、あと山本アーセン選手のあのダンスも見たかったんですが、あれは4月にあると噂されている試合の勝利後に撮っておきましょうか。